愛香さん、はい、はい、ノートでの、はい、バレンタイン限定ラテはいかがでしたか？美味しかったです。美味しかった。もうノートさん行くたんびに、はい、毎回感動する味を、はい、味わうことができるんで、ほうほう、本当に今回もたくさん勉強になりました。ですよね、美味しかったね、はい、まあ、伊藤さんともいろいろ話せたしね、はい、はい、というわけでですね、今回はカフェノートだけにしようと思っていたんですけど、私の大好きなお店が、はい、はい、大阪城の中にもありますので、はい、ぜひぜひそこにも行けたらなと思います、はい、はい、もうこのままあっちに向かいましょう、はい、はい、ちょっともうこのまま愛香ちゃん背景で行きます今回は、フープ、はい、フープコーヒーの大阪城、はい、にあります、はい、大阪城にあるフープコーヒーなんですけど、そこで、僕の大好きなコーヒーを、ご紹介したいなと思います、はい、紹介するコーヒーはコロンビアのロスイドロス、はい、朝入りのコーヒーです。朝入りのコーヒーを、アイスコーヒーでいただこうかなと思っております。このコーヒーはね、もう本当に朝入り苦手な人にもぜひ飲んで、ぜひ飲んでほしいなと思えるコーヒーで、もうすーごくバランスいい、そしてとってもジューシー、もう一年中飲みたいコーヒーですね、はい、このねクールジャパンパーク大阪、はい、こちらの奥の方にありますので、はい、というわけで行ってみたいと思います。こちらの金属パーコースのガルガルの本体になります。はい、あ、むちゃん、こんにちは。こんにちはコーヒーをいただけますでしょうか？え、愛香ちゃん何飲むの？私もまたアイスラテで。アイス、はい、まだ今日はラテ日和ということですね。ラテ日和で、はいはい、じゃあ僕はさっき言ったコロンビアのアイスをお願いできますでしょうか？はい、はい、じゃあちょっとあっちの方に。え、いつも愛香ちゃんコーヒー何杯ぐらいいけるの？コーヒーだいたい 4,5 杯ぐらい巡ります。すごいな、すごいな、はい、今日はね、2杯目ということで、はい、ぜひぜひ楽しみにしております。できるまでじゃあ待っておきましょう。眩しいですね。サンガラスの時はさっきカーナーさん外で全然目開いてなくて目小さいだけや、目小さいだけや。あ、できましたね。ベリウマのナイスコーヒー。はい、ありがとうございます。来ました。お先いただきます。これ最高です。お、アイカちゃんのナイスラテ、どうぞ飲んでみてください。いただきます。ね、世界中にこのラテがあれば、どんだけコーヒーが豊かになるかって感じです。ですよね。お疲れ様でした、アイカちゃん。お疲れ様です。というわけで、はい、また次は来月にでもまた取材したいと思いますので、はい、それでは皆さん
さようなら。さようなら。